行き稲姫の加勢が決め手となり、関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。家康は征夷大将軍となり、徳川幕府を樹立。天下は今度こそ定まったかに見えた。だが徳川幕府と豊臣家の関係が次第に悪化。豊臣家は戦に備え、浪人を大阪城に集め始める。ここに至り、家康は豊臣討伐に動く。二代将軍秀忠と共に大軍を持って大阪城を囲んだ。その包囲軍に参加していた信行と稲姫のもとに真田幸村が九度山を出し、大阪城に入ったとの報が届く。動揺する徳川勢の中でただ一人、信行だけは騒がず、静かに大阪城を見つめていた。兄弟はすでに知っていた。何年も前からこうなる定めだ。絆の将、大阪の陣。信行、幸村を許すことはもはや。心得ております。わしを恨むなら恨むがよい。恨みません。これも末永く続く太平のためなれば。その気迫あらば、幸村に遅れを取ることはなかろう。もはや我が陣営に隙はなし。豊臣に劣るものもなし。いざ天下太平の総仕上げと参ろうぞ。雪村は私が撃ちます。いいな、いいんだ。私も雪村も当の昔に覚悟はできている。でも私は泣かない、下を向かない。自分が目指すもののために堂々と雪村に勝負を挑む。いな、今までよく私たちのために尽くしてくれた。お前の笑顔に私も雪村も何度も救われた。だからそんな沈んだ顔をするな。いつものように微笑んでくれ。信行様、行こう。雪村が待っている。この手で守ってみせる。かける竜となる。
士気の高い真田丸は避け、城内を狙え。大手門と玉造り門から侵入し、城を制圧せよ。市中はもちろん、将軍の俺が敗走しても、この戦は負けだ。皆の者、奮起せよ。真田丸で戦っておる味方が苦戦しておるな。ではなかったか。その武勇、あやかりたい。
活躍です。
阻めるものか。さてね、これが風の違いよ。剣をつかむ。決着を。Oh.
大阪城が炎上している。城内にはまだ味方がいたはず。救援するぞ。火の勢いが弱い。風魔の準備が妨害されたせいか。肝心の秀吉は一体どこ。忍びを使って居場所を探らせる。これで少しは楽になるか。見事なご活躍です。私はミノノフ、この程度で根は上げません。
仕事なんで。縁をつかぬ。もののふの魂、この槍にて貫かん。ご活躍です。果てるわけには。力負けしているか。秀頼は西砦に潜伏している模様。何だ、壊れちゃったの。早く逃げちゃって、秀頼ちゃん。大阪城まで犠牲にしたの。何としても逃げ切り、再起を図る。好にはさせん。少しは楽になる。
体で少しは楽になる。ようやく帰ってきたか。いつでも来いと言っていたのに。笑おう、イナ。雪村が笑っている。Check the mic and make sure it sound right, boys.Sound right, boys.